ジャンフィリップ・ラモー、ジャンフィリップ・ラモー、ジャンフィリップ・ラモー、ラモー、ゾウ・ディジョンのラモー、ゾウ・ジャンフィリップ・ラモーは、バロック時代のフランスの作曲家、音楽理論家。父親が、ディジョン大聖堂のオルガニストだったので、幼児期からクラブ産演奏に親しんでいた可能性がある。しかしながらもともとは邦楽を学んでおり、はじめ音楽と音楽研究は、情熱の対象に過ぎなかった。青年時代を、 イタリアやパリに過ごした後、父親の足跡に続いて、クレル問題聖堂の教会オルガニストに就任した。その後パリ、ディジョン、リオンなどでもオルガニストを務め、1723年よりパリに定住、財務官、アレクサンドル・ドラ・ププリニエールの講演を得る。作曲の分野において、名声を勝ち得るようになるのは40代になってからだったが、1733年にクープランが、 社会するまでには、当時のフランス楽団の指導的作曲家になっていたと言ってよい。その頃からラモーはもっぱらオペラに没頭するようになる。フランス語オペラの作曲家として、ジャンバティスト・リュリにとって変わったが、ジャン・ジャック・ルソーによって攻撃されることとなった。数々のオペラで、ボルテールと共作し、とりわけ、ナバールの姫君・ラ・プリンセス・でナバーラによってラモーは、 フランス王室作曲家の称号を獲得した。その弟の長男ジャン・フランソワ・ラモーは、ドゥニ・ディドロの小説、ラモーの追いのモデルになっている。また、混音や展開型といった概念を用いて、機能化製法と調整を体系的に理論化した、最初の音楽理論家としても有名であり、ハーモニーという語を和音や火星の意味で用いる習慣は、ラモーに遡る。ダンブラン。 ありがとうございます。